はい、今日はどうもありがとうございます。なんかいいですね。立ってご挨拶して、はい、だいたいいつもあなたの部屋でというのをね、月1回、第4金曜日にこちらの方でね、やらさせていただいてるんですけど、はい、今回なんと素晴らしいゲストが2人も見えてくるんですね。お楽しみでございます、はい、ねえ、まずは横浜の方からね、今日来ていただいたそうそうそうファインドッグ、ファインドッグ、お二人、で、地元ね、工藤ちゃんの、工藤ちゃん、新幹線の方からね、方に来ていただきましたよね、賑やかしていきたいと思いますけどね、で、まあじゃあ早速始めますか。そうしましょうかね、工藤さん、我々話し始めると長くなっちゃうんで、はい、1時間喋っちゃうんで危ないんで、ね、というわけで、ね、暖かくね、行きたいと思いますけども ね、じゃあご紹介します。工藤ちゃんでございます。工藤ちゃん、工藤ちゃん、工藤ちゃん、地元仙川だよね。はい、ね、仙川市近辺で、すごい、生まれも育ちも大体そんな感じですね。大体、大体そんな感じで9割くらい、9割ぐらいは仙川、9割ぐらい仙川、ね、なるほどね。一応初めてな。なんか何、ギターを弾き始めて長いの？なんとも言えない、なんとも言えない曲作ってるのもなんとも、なんとも言えない感じの。だいぶ前から始めてたんですけど、うん、全然やってなかったんで、うん、ほとんど弾けないってことです。いや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 、そうか、ねえ、素晴らしい。まあ、うちらにとってみれば本当に娘みたいな年頃でございますもんね。あえて年齢は聞かないことにしておきますか。はい別に何も気にしてないと思いますけど、この年代ね。そうだよね、ね、うん、一応まあ聞かない。でもライブは結構やってるの？ライブはたまに、たまに、ね、1から5くらい。なるほど、ね、今月はだってまた30日にね、柴崎のミスいうところで、ね、あ、はい、多いですね。じゃあもう本当にこれからのね、洗顔をしょって立って、ね、歌ってていただければと思いますけどね。ね、じゃあ、早速いきますか。はい、ね、じゃあオープニング、はい、工藤ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、工藤ちゃんです。可愛い曲をやります、はい。君に傷ついた、あ、ごめんなさい、リバーブをちょっと切ってもらってもいいですか。すいません。君に傷ついた、背伸びをしてた、近づきたい
ちょっとまだ喋る感じじゃないですね。もうちょっとやりましょう。ですよね。めちゃくちゃ静かですね、ここ。すごいびっくりするのがですね。多分関わる人は選んで生きてった方がいいってすごい思いませんか。なんか仲良くするとかじゃなくて、関わるなんか本当に映っちゃうからね、人と一緒にいると。いいところとか悪いところとか多分対面でも文字でも吸収していくと多分どんどんこう集まったもののコピーになるから、本当に関わる人は選ばないと自分がこうダメになっていくから、ダメになりかけると多分でもダメな人と一緒にいるのが居心地が良くなって、こうどんどんこうやって多分世の中はとても良い人ととてもダメな人がこう密度が濃くなって分かれていくから、本当気をつけましょうって思いましょうよ。はい、ありがとうございます。私そうどうしよう、かゆい夏だ、やだ。夏とか好きですかね。もう本当に嫌なんですけど夏。物事の変化に、私21歳になったんですけど、物事の変化に対応できないんですよ、いつまでも。だからこういつもなんか寒かったり暑かったりする格好をしてて、何年生きてきても多分予防したりすることができないから、でもすごいなって思います。何十年も生きてる人たちは、だって無理でしょうね。こんな適応できないってやってたら、あと多分 4,5 年でもさすがに適応できないってなってパターンっていう感じで、なんかこう外に出るのも嫌になっちゃいそうだから、居心地の良さって難しいですよね。つまんないですね。よし、そう、私がすごい、大森聖子さんっていう人を知ってる人はいらっしゃいますか？あ、すごい。何で知りました？ツイッターですか？いつ知りましたか？おととし、あ、結構いい時期に知られましたね。いや、すごい好きなんですけど、あ、でも好きじゃない人もいるかもしれない。
すごい好きで、あの追っかけをしてるんですよ。で、知らなかった人はあの大森靖子って書いて聖子って読むんで、検索を後でしてください。私よりも見る価値が多分あるあるし、いいと思うか悪いと思うかがすごい広がるから、こう感情の振れ幅的に見る価値がある。このくらいとかこのくらいじゃなくて、こうかこうだから、そう見る価値があると思います。その人の曲をやります。一番好きだから、ね、やる気出なくなっちゃうね、自分の気分なんかね、生きててそんなにいろんなこと感じない人の歌って聞いてても楽しくないと思うけど、どうなんですかね。なんかそれでもなんかライブとか来てくれる人が今日はいなくて申し訳ないですけど、いるから、やっぱ人は分からないから、何に需要があるか分かんないから、嫌なことじゃなければやってみたらいいですよね、きっとね。時間とかお金に余裕があればね、ですけどね、何もセットリストみたいなものを考えてなくて、考えてなかったので、そう、あ、そう、
今日すごい私落ち着いてる。そう、今月の31日に遠いんですけど、遠くないか、高円寺の小さい無力の前日っていう箱でお昼に、大森さんが好きな人を集めるっていう、あの誰が楽しい、楽しいかな、私が楽しいし大森さん好きな人が楽しいかもしれないっていうだけの企画をやるんです。で、誕生日がこの前あって、それを理由に人に声をかけたりとか、 CD をデモですけど、もうちょっと今配ってる無料のデモがあるんですけど、すごい下手で、また下手なんですけど、でももうちょっとだけ質が、なんかバージョン 2.1 くらいの質が上がりましたみたいなやつを作ったんです。それを売るんですっていうのと、セットリスト考えてなかったからそれの曲を4曲やります。あ、でも1曲さっきやっちゃった、どうしよう。じゃあ、違う曲をやります。使い古した愛してる、もうボロボロになったから、新しいやつ買いに行かなきゃ、甘い雑巾買いに行かなきゃ、悪魔に片足打ったあの子大好きだったんだけどな、目をつぶって殺しに行かなきゃ、日常ごっこ殺しに行かなきゃ、ならない。
から来てるんですか、ここにいる人たちは。どこからどこからじゃない、どこに住んでるんですか。この辺じゃない人、この辺じゃない、あ、横浜の方ですね。どちらからいらしてるんですか。お茶の水です。あ、結構遠いですね。お疲れ様です。京王線に乗ってはるばると。でも京王線は意外と終電が遅いのが嬉しいですね。私鉄ってそうなのかしら。落ち着いちゃったあれ、なんか CD なんか配りたいものとかって置いてもいいところってありますか。こちらにどうぞ。あ、ありがとうございます。あの、その噂の下手な CD 無料配布、欲しい人だけ持ってってください。もう置きますので、万が一欲しかったら持ってってください。落ち着いちゃったから今日もやって終わりにします。喋り残したことはないですかね。瀬川に20年も住んでないや。3歳だか4歳の時だかから住んでるんですけど、あんまりでもいないから、なんか気づいたらいろんなものが新しくなってて、あーでも街ってどこもそうだよなと思って、まあ、人はいつも常日頃何年先何年先のことを考えていて本当に偉いよなって思うんですけど、すごいですね人間ね、すごい。私は割と何もしなくてもこう守られてるところにずっと住んでるからわかんないですけどね。そろそろ私のことを甘やかすのをみんなやめた方がいいって思うんですけど、みんな甘やかしてくれるから、うん、そのままでいるってことなのかもしれないですけどね、まあ、わかんないですね。もうちょっと荒波に揉まれようと思い、いや、揉まれたいですね。はい、曲を2曲やって終わりにします。工藤ちゃんでした。遅くなってすみませんでした。はい、だいぶ君がいなければ白い薬もいらなかった。君がいなければ今も黒ずくめの男とパーティーごっこ。君がいなければあの子もう少しは一人になりたい気がして
ね、はい、はい、工藤ちゃんもわかった拍手をやりました。素晴らしい、ね、音楽は魔法じゃないと、魔法じゃない、はい、ね、心にしみる言葉でございます、うん、私の曲じゃない、あ、そうなの、あ、そうなのか、そうか、じゃあ、次ファインドッグのね、今スタンバイをはい、